話をしていたことがあったね。あの頃の君は歌に夢中だったね。昔の土を掘り返してみてごらんよ。すやすやと原石たちが眠ってる。しないのさ、思い出して夢を見る心。今を生きて歩き出して、いつか僕らが柱となってく。ことや嫌になることもあるよね。強く残っているのはマイナスなイメージばかり。何かを成し遂げたとき、褒められたとき、誕生日やクリスマスパーティーだって、振り返ればそこに溢れてるんだ幸せ。君が主役になる時は、今を生きて歩き出して、僕がみんなを笑顔にしたいんだ。僕のところに